どうも、スケです。今回は BO3 のチームデスマッチやっていきます。今回は雑談しながらやっていこうかなと。内容としては、自分はね、動画投稿をさせていただいてるんですけれども、それについて、見てる皆さん側からしたら、俺の動画ってどう思ってんのかなっていうのをちょっと聞きたいかなと思いまして、自分としては、正しいと思って、動画作ってるんですけど、やっぱ、自分だけの視点ですので、他の人の、見方がわかんないと。だから、なんて言っていいのかな。その価値観が、一つしかないと言いますか、自分の見方しかないので、ちょっと、いろんな方向からのちょっと意見が聞きたいなと思いまして、ちょっとこの動画を作ってます。そもそも見てくれてる人とかも少ないですし、コメントとかも本当にごく稀なんで、こんなこと言うのもあれなんですけど、動画投稿するだってやっぱ質のいいものを皆さんに提供したいじゃないですか。なんでそのあたりをちょっとね、皆さんにちょっと聞いていきたいんですけども、どうですか？ちょっと。率直な意見を聞きたいですね。だからなんか例えば、こういうことしてくださいとか、こういう武器使ってくださいとか、そういう、リクエストで何でいいです。こういうゲームやってみてくださいとかでも、ちょっと、そういうコメントでもちょっとしていただけたらありがたいですね。あとはちょっと改善してほしいとことかもちょっと述べてくれたら、例えば、声が汚ねえとか、それはちょっと言い過ぎか。声変えるとか無理なんでね。この声が地声なので。嫌だったらちょっともう諦めてください。例えばね、ちょっと動画が長いので、カットカットでしてくれませんかとかね、例えば。あと、喋りが飛び飛びなんで後付けでやってくださいとか。例えばだけどね、例を出して言うとするならば、そういうことが挙げれると思うんですけど、そういう意見をちょっと述べてほしいかなと思うんですよ。だからこういうことやったらもうちょっといいんじゃないですかとか、そういう意見を述べてほしいですね。いい意見よりかは自分的にはこうしてくださいっていう意見をくれた方が、動画を改善できると言いますかね。ここがちょっとこう悪いんかなと。そういう風に見られてるんだったら、ここを直していこうっていう気にもなりますし、その辺はちょっと皆さんのちょっと意見を率直に聞きたいなと思いまして。後ろにもいるんですけど、これ。なので、もう何でもいいです。もう死ねでもボケでも何でも言ってください。言ってもいいけど、そうやって言うんであれば、どこがどう悪いのかちょっと言ってほしいです。単純に良かったとか、そういうもう小学生的なコメントやめてください。誰でもできるじゃないですか、そんなん。楽しい、面白いですね、とか言ってもさ。なんで死なないの？全然見ない。そういうことをちょっと。悪いんだったらどこが悪いのかちょっと言ってください。ただ面白くないとかさ、しょうもないとか、言ってもらうのは意見としてはありだと思うんですけど、言うんであれば、どこがどう悪いのかちょっと具体的に教えてほしいですね。例えばもうちょっと BGM をさ、穏やかな BGM にしてくださいとかね。例えば。そういうのちょっと聞きたいですね、意見を。自分はそのどこが悪いとか、一応この動画いいかなと思って作ってるので、ちょっと待って。どこが悪いと思って作ってないんですよ。だから、厳しい意見というか、いい意見だけじゃなくて、そういう、こうした方がいいんじゃないですかとか、改善するような意見とかもできれば欲しいですね。っていうか、そっちの方がむしろ欲しいくらい。自分としては。やっぱ、いい動画をね、皆さん見てもらいたいので、例えば、こう喋ってる時に例とか例えるんであれば、その画像を使ってくださいとか、いろいろあると思うんですよね。
だそういうちょっとことを言っていただけたら、あの素直にちょっと聞いて、あの作っていきますのでお願いします。いるのは分かってるんで、まあ、他のゲームやってくださいって言われたらちょっとね、ちょっと結構痛いとこ使われるんであれなんですけど、まだ持ってないんでね、まあでもそれはちょっと考えていこうかなと。それで見てくれる人が増えたらね、やっぱ嬉しいんでね、やっぱり自分としては。これを切るしつつ、ごめんねラジコン。わあ、それ勝てんか。まあ何でもいいです。なんかこういう武器使ってくださいとか、もう何でもいいです。できることならやります。自分にできることなら、まあ、ただ死ねとかそういうのはちょっとさすがにね、もうやめてください。そんなあの言ってするわけもないですから。あれ、こっちいたよね。あー、ちょっとリロード音が聞こえたら、あーもう遅かったね。というわけで、皆さんの率直な意見を聞きたい。まあ過去にいろいろもうそういうちょっとあのコメントあったんで、そういうコメントちょっといただきたいね。こういうのやめた方がいいんじゃないですかとか、ほんともうなんかガキンチョみたいなコメントもよくあったけどね。外から回ってんだこれ。おお、まあ危ねえ。そのくだらないとかなんかね、まあそれもちょっと自覚はしてるから、まあ認めざるを得ないところであるんですけど、じゃあどこがくだらないのかちょっと教えてほしいんですよね。だってさ、その面白いとかあのくだらないとかいうのって正直もう誰でもできるじゃないですか。もうほんとまだ喋れない赤ちゃんとかは別だけどさ、もう幼稚園児もできるじゃないですか。これ見てどう思うとか言ってさ、面白いねとか楽しいねとかいろいろあるじゃないですか。やーば。だその辺のね意見をね、もうなんかそれしょうもないコメントじゃなくて、どういったところがどうなのかっていう意見を欲しいですね。あ、荒ぶる。だからちょっと、まあもう別に何書いてもいいです。だからちょっとコメントいただきたいです。自分のこの動画見てどういうことを思うかっていうのをちょっと聞きたいですね。別にもう何言ってもいいです。でも言ってもいいけど、どういうとこがいいのか悪いのかとかはちょっと教えてほしいですね。というわけで、なんとか上がってましたね。ちょっと BGM ちょっと小さいけど、聞いてもらったら分かると思うんですけど、まああるコンビニでのおなじみのあのあれですよ、音ですね。入った時の入店とかした時の音。ちなみに自分のばあちゃん家のも音同じです。どうでもいいですね。はい。というわけで、今回はちょっと雑談というか、まあ一番はその、まあこのままでいいのか、もっとこうした方がいいんじゃないかなっていう意見をちょっと聞きたいですね。で、もっとその、なんていうのかな、より良い動画を作るためには、みたいな感じで、ちょっと、皆さんの意見を聞きたいです。もう死ねボケとか、もう何でもいいです。もうなんだろう、それ言ってもいいけど、そのもう的確なアドバイスをくださいといった感じですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。